いや、もうちょっとアップにな、あ、びっくりした。あ、びっくりした。もうちょっとアップにならんかね。なあ、カメラよ。もうちょっとアップにできるんじゃないかい？もし私が風邪をひいたらお見舞いに来てくれる。カマチョ。部屋に戻ったらちゃんと来、ありがとう心配してくれて。当たり前だろ。彼女なんだから。うわ、なんかさらっとそういうこと言っちゃうのが葵くんだわ。今は一人じゃ、でもこれ本当の彼女じゃないって分かってんのに言うこの子すごいな。こんにちは、茨と申します。初めての方は初めまして。トロールのボルも続きからやっていこうと思います。前回は葵くんがちょっとしょぼんってしたところですね。なんかすごく元気がなかったなっていうところで終わりましたね。というわけで続きからやっていこうと思います。寝てる。すごい綺麗な寝相だね。あ、ちゃんと枕使ってくれてる。嬉しい。いや、もうちょっとアップにな、あ、びっくりした。あ、びっくりした。もうちょっとアップにならんかね。なあ、カメラよ。もうちょっとアップにできるんじゃないかい？ズーム機能ついてないのかい？おお、起きるのかな？絶対危ないよ。そんな尻ポケットに入れたら一番割れるよ。ああ、携帯が。おお、座ってる姿もイケメンだな。ちょっと眠い。眠そう。寝ていいんだよ、全然。眠そう。まあこの昼ぐらいの時間が一番眠いからね。公園に誰かいるかな。あれ、お、雨。さっきまで晴れていたのに少し雨宿りしていこう。早く雨止むといいけど。そういえば、あ、雨の日だったね。あの日も葵くんに出会ったのも雨の降る日だった。この前勘してみた彼の表情も何か関係あるのかな。悲しそうだったよね。あ、雨やんだみたい。なるほど。最近雨がよく降るね。外出中にも突然降り出してきたりして。そうだな、傘ちゃんと持ってるか。風邪ひいたりするなよ。うん、大丈夫。心配してくれてありがとう。でも心配しかできなくて、女の子だし体冷やさないようにしないとな。優しい。葵くんはどう？寒くて風邪ひいたりとかしてない？俺は平気。外に出ることもないし、部屋でいつも通りゴロゴロしてる。ただ、雨の日はなんだかお前に会いたくなるんだよな。また面会の申請もしておいて。うわー、やったぜ。面会行きますか。降ってるな、今日も。今日も雨か。風も出てきたみたい。急ごう。傘さしてるか？歩いてたら結構濡れちゃった。おや、岩さん、いらしてたんですか？あ、監視さん。今来たところです。今日もよろしくお願いします。はい、こちらこそ。よろしくお願いいたします。もうそろそろ面会の時間ですが、その前に少し拭きましょうか、体。もう時間ですし、このままで大丈夫です。これくらいなら話してるうちに乾くと思うので。いえ、彼は待たせておきましょう。その場を面会して、風邪などひかれたらこちらが迷惑ですから。ツンデレか。今、タオルをお持ちします。タオルありがとうございました。少し時間を過ぎてしまったけれど、面会に行こう。ごめん、お待たせして。すまんの。面会開始。葵くん、ごめんなさい。少し遅れてしまって。俺も部屋でゆっくりしてて、さっき来たところ。ああ、部屋から面会室近いったい。お前、濡れてない？傘さしてこなかったのか？いや、多分さしてたとは思うけど、風が強かったんじゃないかな。さしてきたんだけど、風が強くて、やっぱね。ああ、雨結構降ってるもんな。うん。ちゃんと拭いた？まだ少し濡れてるみたいだけど。優しい、心配してくれてる。さっきタオル借りたんだ。大丈夫。監視さんにタオルを貸してもらったから。そっか。風邪ひくといけないからさ。寒かったりしたら言えよ。うわあ、いい彼氏だ。面会なんて、また別の日に設定すればいいんだから。優しい。いや、でも絶対この日を逃したくない。ありがとう、心配してくれて。部屋に戻ったらちゃんと着替えるよ。もし私が風邪をひいたらお見舞いに来てくれる。カマチョ。部屋に戻ったらちゃんとありがとう、心配してくれて。当たり前だろ。彼女なんだから。うわ、なんかさらっとそういうこと言っちゃうのが葵くんだわ。彼女。あれ？違う？かわいい。違うけど違わないなあ。何？どうしたの？どうして会いに来てくれるんだ俺に。え？彼女だからじゃない？あ、深い意味はないんだけど、ただ恋人だからって理由じゃない気がして。ギク！なんでそんな鋭いの？びっくりした。ヒヤッとした今浮気がバレる瞬間ってこんな感じなのかな。ヒヤッとしたわ。めっちゃ見てくるやん。お前との思い出が消えてしまったのも俺たちの間に何かあったからだって分かってる。何もないんだよ本当は。でもそれすら俺は忘れてる。でも本当の彼女さんのことも忘れてるってことだからね。それは確かに何かあったんやろな。本当のことは言えない。言うことができない。もし本当のことを話したら葵くんはまあびっくりするだろうし怒ると思うけど、優しいから最終的に許してくれそうだけどね。そういう事情があったのかって。今の段階からバラした方がよくないか。あ、え、トン。ん？あ、どうかした？イケメンの目が開いた。葵くんが急に黙るから。あ、悪い。葵くんどうしたんだろう。もしかしたらこの雨のせいかもな。ああ、なんか雨の日に安入になりがちだよね。出会ったのも雨だったし、何かあったっちゃろね。え、さっきから俺の頭の中で胸の奥の方にまで雨の音が響いてくるんだ。もうそれトラウマや。 PSD ってやつじゃない？知ってるか？え？雨の日の思い出は記憶に深く刻まれるんだって。そうったい。なんでやろ。いいことも嫌なことも。うわぁ、つら。お前との思い出も思い出すんじゃないかって。確かあの日も雨が降ってたな。あの日はどれだ？事故に遭った日かな。あの日？あの事故の日。ああ、覚えとったよそれは。事故に遭う瞬間に見たお前の顔を思い出した。え、だんだん思い出してきようやん。やばいやばい、バレるのも時間の問題。必死に何か叫んでたな。それはそうだよ、車が迫ってたんだもの。あの時は勢いで思わず飛び出してしまって、まあ、車が迫ってたからね、危ないみたいなこと言ったのかな。そうだな。お前がとっさに俺の腕を引いてくれたから助かった。危なかったな。それで今こうして話すこともできる。本当にありがとう。いいえ。でもじゃあ二人はぶつかってはないんだね。事故にあったはあったんだろうけど、かすり傷というかぶつかってはないんだ。でもそれだけだ、思い出せたのは。うん、それが全て私とあなたのそれが全て。それが最初で最後。うん、合ってる。葵くん。笑っているお前との思い出がないのは少し寂しい。ないんだ本当にもう今から作っていこう、なんなら。え、雨止まないな。いい子だな。面会終了のお時間。早くない？監修ね、バスタオル拭いてる時間ちゃんと考慮してくれた？あ、もう時間？まだ降っているみたいだけど、もう少し待てば雨止むんじゃないか。あ、行かないでほしいんだ。どうしようかな小悪魔。面会延長します。もちろん私ももう少し話したい。まあよろしいでしょう。確かに外はまだ雨が降っているようですし。ではしばらくしたらまたお呼びします。面会延長。お前が帰る時には止んでるといいけど。優しいな。うん、そうだね。葵くんは雨嫌い？別に好きでも嫌いでもないけど。お前は？まあ、家にいるときは好きだけど外に出るときは嫌いだなまあそんなに嫌いじゃないよ。ああ、そっか。え、どっち？ダメだった？確かに雨の日って独特の雰囲気があるよな。なんだろう、こういつもより世界が静かに感じて自分一人だけになったみたいな。詩人だな、葵くん。すごいな。部屋の中で雨の音を聞いてるのは少し心地いい。それそれ、めっちゃ気合うやん。そんな日は何もせずじっとしていることが多いんだけど。うん。わからんでもない。雨の日ってだるいよね。ほら、今も。え？聞こえる？この雨の音。うん、ずっと聞こえてる。ポツ、ポツって、リズムを刻んでいるみたいな。急に雨粒一個だけめっちゃ大きく聞こえてきたな。え？何どうしたんよ？何が正解なの？え？ポツ、ポツ。怖い怖い怖い。急にどうした、葵くん。え？それ雨のリズム？そう。なんか聞いてると落ち着くんだ。ああ、わからんでもない。合わせてみる？お前も。なんで？急に？なんかわからんくてやってみるか。こう、雨の音に耳を澄ませて。オッケー。待って。むずい。これ。このさ、多少のズレがあんのよ。音ゲーに向いてないのよ、実況してるとき。そう。この感じ。そっか、合ってたか。よかった。俺たち息ぴったりだな。そうでもなかったと思うけど、ありがとう。このリズムに身を委ねていると、気持ちが遠い過去まで漂っていくような気がするんだ。懐かしくて、でも、少し心細いような。葵くん、感受性が豊かだな。そんな風に感じるんだ。この世界から一人取り残されていく。そんな感じ。おー、なるほどね。ダメだな。雨の日は少し、感傷的になる。そうだね、葵くん結構雨の日に安入になりがち。こんなつもりじゃなかったんだけどな。そんな安入な葵くんも素敵ですよ。今は一人じゃない。私がそばにいるよ。大丈夫。なんだか寂しそう。感傷に浸りたい時もあるよ。私だってそう。今は一人じゃ、でも、これ本当の彼女じゃないって分かってんのに、言う、この子すごいな。詐欺師の才能がありますよ。え？そっか。お前がいるから一人じゃないか。そうです。ありがとう。いいえ。このガラスがなければ、今お前のこと、抱きしめたい気分。うわぁ、そうなんだ。ガラス邪魔だな。別の部屋、用意してもらおっか。ガラスのない部屋。うわぁ、用意してもらおうか。いくら渡せば用意してくれるかな。金でどうにかなりそう。なんて、冗談だよ。どう？記憶に刻まれそう？記憶と心に刻まれた。あ！びっくりした。よかったな。小ぶりになって。そうだね。じゃあ、今日はこの辺で。気をつけて帰って。はーい。うわ、葵くんに骨抜きにされそう。すごいな、葵くん。あそこにいるのは、ああ、今部、懐かしい。おったんかい。ああ、今さん、彼と会っていたんですか？はい、今日はどうされたんですか？ああ、ちょっとね。何、どうした？報告して、そういうの。今さんは、もう帰りますか？あ、はい。なら、途中まで送りますよ。彼の様子も聞きたいので。さあ、行きましょうか。まあでも、ここで話したら監視にバレちゃうからか、監視には話してないもんね。ああ、報告か。特に進展ないぞ。あ、終わり？今部から解放された。というわけで一旦ここで終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。いばらでした。ここまでご視聴ありがとうございました。動画投稿は2日アップロードしたら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。もし少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録よろしくお願いします。